行くで。いやー、楽しかったな。一人ね、ミュートにできない、全部1端末でやってる方がいるから、あの墓場、ほんなん全部狂うじゃん、1端末でやってる人がいるから、ちょっと、あ、めっちゃ、おい、めっちゃいるやん。これロングタスクの一つでしょ。あーんにゃん、引っかかるんだが、シールド4、通信保管庫1、保管庫2、みんないるの、管理通信室、みんな生きてるね。おお、生きてなかった、今どこにいた。はい、え、はい、はい、はい、ノラちゃんが死んでたんですけど、はい、どこ、どこだこれは、うん、コミュニケーション出てちょっと右行ったとこ、通路で住みました、うんうんうん、で、なんかいっぱいいましたよね、キズちゃんとかマシロちゃんと、うんうん、いっぱいいた、シエルくんかな、いたのは、いましたよね、うん、その誰かしかないと思うんだけど、一番後ろついてってた人じゃないかな、一番後ろ、うん、誰だ、誰だ、どうしてんね、そこ、とりあえず自分が最終、うん、いた最終位置を教え合おうか、うん、エレクトリカルです、うん、エレクトリカル、でその前に多分ストレージのところで真っ白ちゃんが右下にいたのは見た、うん、うん、あのゴミ箱やってた、うん、あ、そう、うん、アドミン見てた、うん、父さんと麦さんと僕でアドミンやってたねアドミン警察みたいなことしてた、うん、アドミン警察僕はカードやってたね、うん、見た見た、うん、じゃあその人たちは白に見ていいのかな、うん、今回のやってないと思う、今回はそうだね、今回は、え、もう一回ふくろくんと麦ちゃんと、そうちゃん、そうちゃん、うん、白、自分でそうちゃんって言っちゃった、はいはいよ、はい、最後に通ったのルシエル君かなって思ってるんですけど、どうですか、うん、間違えた、え、どこ入れたの、何、どっちに入れた、ちゃった、あ、いいよ僕はあれっすよ、うんと、最後誰か、誰いたっけ、けど最初の方に、中間ぐらいで、うん、にいて、そのままストレージ通ってエレクトリカルまで行ったんですけど、うん、ぶっちゃけあの時さ、停電になってたから、うん、誰が殺したかっていうのがちょっとはっきりわからないんだよね、停電、全然気づいてなかったそうなんだ停電来てたの、停電気づかなかったっていうことは、え、でも気づかなかったって言わないですよね、インポスターだったら確かにそう、気づいてるに決まってるんだよなどうなのこれとりあえず、うん、とりあえず、うん、じゃあそこにいた人だけ確認して、怪しいって見て、はい、うん、誰がいたのかな、ルシエル君、リーゼちゃん、私かな、うん、はい、じゃあこの3人マークしてもらって、うん、もろてもろて、うん、もろて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 、あ、ペン落ちた、もろてもろて、かわいいな、かわいい、かわいいな、そしてここ最初動かないっていうね、僕全然やってないじゃんタスク、やば、ちょっとやろう、黄色、青、紫、あっ遅すぎてもダメなんだっけ、あ、できた、待って、
キーボードが出てきて保険溜まって、こっちはいいか。向こう大丈夫か、見えんが。紫緑、あ、みんないた。なんだ、みんないたんだ。よいしょ。今日ここのコースだと思ってなくてさ、ちょっとびっくり。あ、ここだったんだってなった。なんでそこうろうろしてんの。こっち行きましょうよみたいな感じなの。あ、一人で行くのは怖いとかいう感じ。え、何怖いんだけど。なんか連れ込もうとしてる。え、何え、待って、なんだって。はい、なんだって。ナビゲーションのところで、テニピさんが倒れてました。あったり。またなるほど。またナビ、今、最後さ、ドアエンジンに左にいたの、マシロちゃんか。うん、いた。あ、なんで知ってるの。え、自分いたもん、そこに。あ、そうだ、その辺に、左下のタスクやってたのかな、確か、マシロちゃんが。うん、僕もちょうどロアに入ろうとしたような感じのとこだった。あ、一応私言っておくと、うん、O2 やった後、カフェテリア通って、上のエンジンのタスクやって、そのまま下に行って、下のエンジンのタスクやってました。うん、僕も O2 なったのを、やって、そのまま、ロアエンジン行って、多分誰かエレクトリカルに入ったのも一緒に見た。うん、僕が入った。なんか、フクロウさんが入ってて、なんか、こっち行こう、こっち行こうってされてる気がして、ちょっと怖くて、一緒に入るの怖くて、そしたら後ろからリーゼちゃんが来たから、そのままスーって行って、はい、ロアの方向かいました。で、その先に、マシロちゃんがいたから、一応両方を確認しつつ、真ん中に立ってました。っていうことは、今回は、私と、リーゼちゃんと、ソウちゃんと、フクロウくんも、白ってこと？うん、そうだね。じゃあダブルでかぶっ、あ、そう。どのタイミングのキルなのかっていうのはどこなんだろう。え、麦ちゃんと美奈子ちゃんはどこにいたの。私は最後はメドベイにいました。メドベイ、うん、私は何、誰にも会わず、誰にも会わずはいはい、メドベイか。え、美奈子ちゃんは。私は、確か最後にいたのは管理室からの保管庫の方に行こうとしたくらい。カードスラッシュがなんとかうまくいって、で、そのあたりで、そのあたりで出ようかなって時にもう、召集がかかった感じです。なるほどね。はい。まあ、これ、どう思う？あ、いいですか。うん、僕は、なんだっけ、O2 やったじゃないですか。やってて。で、そのまま、真下のシールドルームまで行って、そっからナビゲーションのやつ、やり忘れてたと思って、戻ってったら、下になってたんですよ。あ、そのタイミングで死体がいたってこと？あ、そうです、そうです。ルシェルが一人だったの？僕は、リーゼさんと、下に行って、でそのままナビゲーションのやつやり忘れたと思って、マップ見たときに、それで戻ったら、下になってました。黒より？うん、私も黒よりかなって思う。な。わからん。おお、時間が。スキップ。どうですか？あら？お？お？誰だ？わからないや。こんばんは、来てくれてありがとう、ウェルカム。さあ、タスクの嵐が待ち受けておる。タスクやりたいだよね。で、誰にも目撃されてないから、あ、待って、そっち行くの？逆にそっち行くの？
緑がいた。あ、ここなら今いたよね。ピンクともう一人黄色がいたのかな。よいしょ。ずっとマシロちゃんこっちにいたのか。めっちゃ助かったのかな。あ、ダウンロードがあったからかな。ダウンロード長いもんね。バイビル、コンティニューウォッチヨーストリームフロムホーム、オッケー。うんうん、待ってね。おう、え、直近じゃん。すいません。おう、はい、これはちょっとルシエル君黒じゃないか。あ、自分でまたやってるからセルフ、うん、可能性高いんじゃない、うん、ありそう。え、殺してるところを見たん？いや、見てはないけど、さっきも、うん、今回も一人でルシエル君だったしって話。あー、そういうことか。そうそうそう、一応ここを一人釣っとかないと、うん、ついからっていう話で。うん、なんか言い訳はあれ、待って、どこで死んでたんだっけ。そう、それ聞きたいね、確かに。あ、そうだね、ストレージの管理、うん、あのアドミンと、うん、他あれじゃないですか、うん、ストレージの、うん、間の保管庫より、うんうんうん、のところで、うんうん、マシロさんが倒れてたんですけど、うんうん、エレクトリカルに何人か多分いたような気がするんだけど、ダダーって集まってたね。僕はエレクトロに住んでました。僕も住んでました。多分リアクターのところで麦ちゃんとかと一緒に、うん、あのエレクトリカルの方に向かったのは向かってた、うんうん、多分あの2人だとちょっと怖いから3人こう集まったタイミングでこう一緒に移動してたんだけど、うんうん、っていうところなんだけど、うん、だよね。うん、ちなみにじゃあルシエル君は誰かといたのかな。エレクトリカルのところで黒さんと3人いたかな、うん、ここに入ってちょっといたかな、うん、ルシエル君姿は見えた。いてすぐ出てったのは見た。うん、うん、これは黒っすかね。うん、黒っぽく見えてしまう。怪しいかな。すでに気分入れてるし。これはもう地釣りかい。自分に入れたかい。地釣りかい。これが死んでも次の日はまた来るからな。なるほど。めっちゃおるやん、めっちゃおるやん。黄色、ピンク、オレンジがいた。疲れ。うわー、待って待って。はい、はい、はい、はい。エレクトリカル、電気室の奥の方って言った方がいいのかな。奥側に、うん、美奈子さんが転がってました。うん、はい、うん。ちなみに僕管理室でずっとアドミンで監視 してたので、ずっと見てた。監視のバイトお疲れ様です、うん、そうだからずっと、うん、誰か一人医務室にいたかなっていうのを見て、うん、あと株エンジン、うん、株ローエンジンにいたくらい。あ、うん、で電気室に2人いてって感じだったから、うん、ああ、なるほどなるほど、うん、したらそうそうそう、待って、電気室に2人いたっていうことは1人殺したん？え、じゃあ発見のぐらいのってことだから、死体と僕だと思う、うん、そう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 、だからもしかしたら電気室から医務室、うんうん、に飛んだ。あー、なるほど、すごい可能性もある。無理、ちなみに、うん、カフェテリアからアップエンジン通って、うん、セキュリティの確保をしてたんだけど、うん、配線のそれで誰も通らなかったです。それくらいしか無理は。ワンチャンセキュリティの弁当行けるよ、ね、弁当行ける距離だ。あ、本当だ。そうで、うん、僕はそのなんだろう、鳴る前、うん、アドミンでフクロさんがいるのは確認してるから、うんうん、
うん。わあ、麦ちゃんか？かな？かな。違うんだけどさ、うん、どうも反論素材がない。うん、でもわかんない。これはやられた感があるから、うん、しょうがない。もうその前に誰かと一緒にいたりした？ずっと一人だよ。マジすごい、なんかもう切なくなってくるよ、麦ちゃん。いやなんか申し訳ねー、そばにいてあげればよかったみたいな気持ちになる。ちょっとお手上げ。いやこれはね、いいよ、しょうがない、これは負けです。なるほど、ごめんよ。なるほど、マジで誰かわかんないから自分に入れよう。また地釣り。違ったら、また地釣り。怖いけど地釣りを飲んでおる。さよなら。いや違ったら怖いけど。宇宙空間に。違うんかい。ちょっと待って待って待って、違うんかい。え、のじゃあ飲んじゃダメ。違う違う、え違うよね、多分さっきのも違ったよね。じゃあ飲んじゃダメだよ。違うなら飲まない。これ、ま、ワンちゃん負けるやん、この3人盤面よ。え、3人盤面よこれ。あ、これ死ぬじゃん、これ。あ、待って、あもうこれやる、あこれ終わりやん。やられん。え、ちょ待って、え、マジで平気、平気っすか。あーこれやられる。あ待って待って、今ぜ、あの今ね、あのさ、僕さ、ロアエンジンでタスクをやってたの。そしたら後ろからね、リーゼちゃんが走ってきたんよ。あ、これやられる、どうしようって思ったらプーだったの。そう、ちなみに僕もうソウさんは完全に信頼してるから。ありがとう、うん、リーゼさんしかないかなって思ってる今。めっちゃ今マジでやられる寸前だった。いきます。はい、そう、うん、もう申し訳ない。それはもうだってソウさんとずっといたもん僕。あ、怖かった。殺してないですよ。されそうだった。分からんけど、うん、これ違ったらごめん。いやそれは本当にそれは僕がやばい。あ、よかった、よかった、ナイスナイス。あいや今のはマジで、え、マジでさ、すごいナイスボタンだったよ。いやめちゃめちゃナイスだった。ファインプレイ来ちゃったね。ファインプレイだった。だって命を救うボタンだったもん今の。うん、うん、やば、感動した。すごい、入れとってください。うん、映画化しましょう。さっき僕に完全にこう白を見ちらつかせてきた時点で、うん、ちょっと薄々怪しいなって思い始めてて、うん、でもリアクター鳴らしたじゃん、直したじゃん。いやでもそれはソウさんも直してたし、なんならその中で一番怪しいの僕なんですよ、うん、一番最後にリアクター行ったから、うんうん、それを思うと、うん、もう僕とソウさん以外リーゼさんしかいないから、もうリーゼさんだこれはってなって、うん、リーゼさんを即釣りさせようと思って。うんうんうん、もうジージーです、私は。だって1秒あれだったら死んで負けてたもんね。そう今ね、ボタンを押してたんだよ。あ、メタンテ来ちゃった。いやこれはもう神だ、神すぎた。なんとタイミングがすっごいドキドキした。いや、ムキちゃんを犠牲にしたのが。そうだね、違うなら地釣りは飲まないでほうがいいと思う。、うんうん、すごい焦った。ムキちゃんちゃうのって。もうちょっと抵抗してくれれば。そうそう、あった、抵抗するで、抵抗していいよ、頑張って、抵抗して。違った時のね、絶望感とかがやばかった。どうしてこれ負けるんちゃうみたいな。ずっと僕もカフェテリアのところに貼ってボタンを押しまくってた。あの幽霊になったみんなたちはリーゼちゃんの絵は後割りつきながら、これ重なったらここに来たら絶対食われる、やめてって言うって感じだったから。いやあのタイミングではまだね、クールタイムがね、うん、5秒残ってたんだよ、うん、危ない。なるほど、だから殺せなかったんだよ。うわ、
もう申し訳ないしか出てこない。よかった。いや今結構殺したね。